こんにちは。皆さん、今日は江戸時代の身分制と、その時代の人々の暮らしについて、深く探っていきましょう。それでは早速、今回の探求の旅を始めましょう。今回の動画では、江戸時代の身分制と、その下での人々の暮らしに焦点を当て、その社会構造と日常生活を詳しく解説していきます。特に、武士、百姓、町人の生活や、朱子学の影響について、深く探ります。1、江戸時代の身分制の概要。江戸時代は武士、百姓、町人、そして、貴人という4つの身分に大きく分かれていました。この身分制度は、人々の職業や生活を大きく規定しており、それぞれの身分には、特定の役割と責任がありました。このセクションでは、それぞれの身分の特徴と役割について、詳しく解説します。2、武士の生活とその役割。武士は江戸時代の支配階級として、政治や社会の重要な役割を担っていました。彼らは武士道を重んじ、礼節と教養を大切にしていました。武士の生活は他の身分よりも豊かで、特権を享受していました。しかし、彼らには厳しい規律と責任もありました。3、百姓と町人の暮らし。百姓は農業を営む人々で、江戸時代の経済の基盤を支えていました。町人は商人や職人として、新しい文化や技術を生み出す役割を担っていました。4、朱子学の影響と、徳川綱吉の政治。江戸時代には朱子学が広まり、これが社会の価値観や、人々の生活に大きな影響を与えました。特に徳川綱吉は朱子学を重視し、文治政治を推進していきました。5、男女の関係と身分制の影響。江戸時代は男尊女卑の風潮が強まり、女性の地位は低く見られがちでした。しかし、女性も家庭や社会で重要な役割を果たしていました。まとめ、今回は江戸時代の身分制と、その下での人々の暮らしについて詳しく見てきました。身分制がもたらした社会構造や人々の生活は、非常に複雑で多面的なものでした。特に、朱子学の影響や徳川綱吉の政治は、この時代の社会に深く影響を与えました。皆さん、今回の探求の旅はいかがでしたか？江戸時代は、日本の歴史の中でも、非常に重要な時期であり、その社会構造や文化は、今でも私たちの生活に影響を与えています。この動画が江戸時代の理解を深める手助けになれば、幸いです。次回も、また新しいテーマでお会いしましょう。それでは、さようなら、こんにちは。皆さん、今日は江戸時代の社会と、諸産業の発達について、深く探っていきます。江戸時代は、日本の歴史において、非常に重要な時期であり、その時代の産業の発展が、現代の、日本の基盤を築いています。それでは、一緒に江戸時代の産業の発展を見ていきましょう。今回の動画では、江戸時代の国内産業の発展を詳しく解説します。特に、新田開発や特産物の生産がどのように進んだのか、そしてそれが社会にどのような影響を与えたのかに焦点を当てていきます。1、新田開発とその影響。江戸時代には新田開発が積極的に行われました。新田開発は未開の土地を開発して新たな田畑を作り出す取り組みを指します。この取り組みにより農地が拡大し、米の生産量が増加しました。新たな農具の導入や効果的な肥料の利用も見られました。これにより農業の効率が向上し、生産量が増加しました。また、新田開発は地域社会にも多くの影響を与えました。新たな農地が生まれることで地域社会の経済が活性化しました。新たな農地の開発により、人々は新たな仕事や商機を見つけることができました。2、特産物の生産とその背景。江戸時代には各地で特産物の生産が盛んになりました。これは貿易統制政策の影響も大きく、日用品の国産化が進んでいきました。特産物の生産は地域経済の活性化に寄与し、多くの地域で独自の産業が生まれました。特産物の生産は地域の特性を生かした商品の開発を促進しました。これにより各地域の特色が生まれ、地域間の交流が活発化しました。特産物の生産は地域社会の経済を支える重要な要素となりました。3、身近な地域の産業発展。身近な地域でも新田開発や特産物の生産が行われました。このセクションでは身近な地域での産業発展に焦点を当て、
その特徴や影響について詳しく解説します。身近な地域での産業発展は地域社会の活性化に寄与しました。新田開発や特産物の生産は地域社会に新たな仕事や商機をもたらしました。これにより地域社会の経済が活性化し、人々の生活が向上しました。まとめ、今回は江戸時代の社会と諸産業の発達について詳しく見てきました。新田開発や特産物の生産がどのように進んだのか、そしてそれが社会にどのような影響を与えたのかを理解することで、江戸時代の社会と経済の深い理解が得られました。この時代の産業の発展は現代の日本の基盤を築く重要な要素となっています。皆さん、今回の探究の旅はいかがでしたか？江戸時代の産業の発展は非常に興味深いテーマであり、その深い理解は日本の歴史を理解する上で非常に重要です。この動画が皆さんの学びの一助となれば幸いです。次回もまた新しいテーマでお会いしましょう。それでは、さようなら。こんにちは。皆さん、今日は江戸時代の交通網の整理と、それが都市や産業の発展に与えた影響について、深く探っていきます。それでは、一緒に江戸時代の交通網の発展と、その影響を見ていきましょう。今回の動画の目的は、江戸時代の交通網の整理が、どのように進められたのかを理解し、それが都市や産業の発展に、どのような影響を与えたのかを探ることです。特に、昆布ロードと北前船に焦点を当て、その役割と影響について詳しく見ていきます。 1. 交通網の整備の概要。江戸時代には交通網の整備が積極的に行われました。主要な街道や航路が開発され、これにより各地がつながりました。特に五街道が整備され、江戸と各地を結ぶ重要な交通ルートとなりました。 2. 五街道とその特徴。江戸時代に整備された五街道は、東海道、中山道、甲州街道、日光街道、そして奥州街道です。これらの街道は、江戸と各地を結び、物流や人の移動を助けました。東海道は江戸と京都を結び、最も重要な街道とされました。中山道は江戸と名古屋、京都を結び、甲州街道は江戸と甲府を結びました。日光街道は江戸と日光を結び、奥州街道は江戸と仙台を結びました。これらの街道は江戸時代の交通網の核となりました。 3. 都の成長と特色。江戸時代には三都、すなわち江戸、大阪、京都が急速に発展しました。それぞれの都市は独自の特色を持ち、交通網の整備によってさらに発展しました。特に大阪は商業の中心として発展し、江戸との関係や諸藩の蔵屋敷が置かれたことが大きな要因となりました。 4. 昆布ロードとその影響。昆布ロードは昆布の交易ルートを指します。昆布は北海道から西日本へと運ばれ、多くの地域で利用されました。昆布ロードの開発は昆布交易を助け、多くの地域の経済発展を促しました。 5. 北前船とその影響。北前船は北海道と本州を結ぶ交易ルートを指します。このルートは北海道の資源を本州へ運ぶ重要なルートとなりました。北前船の開発は北海道と本州の経済交流を促進し、両地域の経済発展を助けました。 6. 交通網の整備と商人の台頭。交通網の整備は商人の台頭を助けました。商人は経済面で武士を圧倒する存在となり、社会の中心的な役割を果たすようになりました。交通網の整備は商人の活動を助け、経済の活性化を促しました。まとめ、今回は江戸時代の交通網の整備とその影響について見てきました。交通網の整備は都市や産業の発展に大きな影響を与えました。特に昆布ロードと北前船は交易を促進し、多くの地域の経済発展を助けました。交通網の整備は江戸時代の社会と経済の発展を促す重要な要素となりました。皆さん、今日も一緒に学べて楽しかったです。江戸時代の交通網の整備とその影響について学ぶことで、江戸時代の社会と経済の深い理解が得られたことを願っています。次回もまた新しい知識を一緒に学びましょう。それでは、さようなら。
こんにちは。皆さん、今日は江戸時代前半の髪型文化に焦点を当てた特別なエピソードでお届けします。江戸時代前半に髪型で栄えた元禄文化について深く探求し、その時代の特色や文化の担い手について理解を深めることを目指します。江戸時代前半は日本の歴史において非常に興味深い時期であり、特に上方地域では独特の文化が花開きました。この時期は元禄文化として知られ、商業と都市の繁栄が文化の担い手となりました。まず、この時期の文化の特色を見ていきましょう。江戸時代前半に庶民が親しんだ文化としては、浮世絵や歌舞伎、そして文楽が挙げられます。これらの文化は、人々の日常生活や風俗を描いたものが多く、庶民の視点から描かれた作品が多いのが特徴です。また、この時期には現代に続く年中行事も生まれました。例えば、祭りや花見など、人々が季節ごとに楽しむ行事が多く生まれました。これらの行事は、地域社会を形成し、人々を結びつける重要な役割を果たしました。次に、上方の町人が文化の担い手になった理由を探求していきましょう。この時期、上方地域は商業の発達と都市の繁栄を経験しました。特に大阪は商業の中心地として栄え、多くの商人が富を蓄えました。この富裕な商人たちは文化のパトロンとなり、芸術家や劇場を支援しました。また、この時期には学問も重要視され、多くの学校や寺子屋が設立されました。これにより、庶民でも学ぶ機会が増え、文化の担い手となる人々が増えました。さらに、この時期には交通網の整備も進み、各地から人々が集まり、新しいアイデアや文化が交流される場になりました。これにより、上方地域は文化の中心地としてさらに栄えました。このように、江戸時代前半の上方地域は、商業の発達と都市の繁栄を背景に、多くの新しい文化が生まれ、庶民が文化の担い手となりました。まとめ、今回は江戸時代前半の上方文化に焦点を当てて探求してきました。この時期は、商業の発達と都市の繁栄が文化の担い手となり、多くの新しい文化が生まれました。特に、庶民が文化の担い手となり、多くの新しい文化が生まれ、庶民が親しむ文化が栄えました。皆さん、今日もご視聴いただきありがとうございました。江戸時代の上方文化は非常に豊かで、多面的なものであり、今でもその影響を感じることができます。次回も歴史の興味深い話題でお会いしましょう。それでは、さようなら。